Hey, konbawa minasan, c'est Genshou. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour la continuité de ma série Tale of Berseria. Hey, ouais. Donc là, on s'arrête. Enfin, je me suis arrêté ici au dernier épisode. Voilà. Donc, c'est parti. Allons tuer des monstres sur mon chemin pour pouvoir arriver au point A, au point B, quoi. Voilà. Je pense qu'il faudrait que j'aille louer la croix, déjà rien que pour défoncer peut-être la bestiole. Je crois qu'il y a une bestiole en bas, ouais. Mais par où, je ne sais pas. Bon, moi je viens de là-bas. Tac, tac. J'ai pas de moyen, bon, mais il faut que j'aille tout droit, donc c'est parti. Et ouais, viens là le monstre.珍しい気がする。キラキラしてるのはキラハガネかも。虫？剣や武器の素材になる金属だ。限られた地方でしか取れないレアメタルだな。キラハガネの産出地ならここはエンドガンド領かアイルガンド領か、どちらにしろミッドガンド領から相当離れた辺境だ。星稜も大した人員を配備していないだろう。 さすが海賊。金目のものと警備には詳しいな。追い立てられる危険は低いってことね。一つお手柄よ、ライフセット。うん。でも手は洗いなさい。うん。正確な場所は人か町を見つけて聞くしかなさそうね。 油断するでないよ。ここだ。クライックス。クライックス。旗をつけるぞ。水蛇と。双銀脚。熱光銀脚。水蛇。一の方。双銀脚。水蛇と。脆い。背骨。バランススライド。ここだ。クライックス。双銀脚。 大したことなかったわね。私ですね。よろしくお願いします。戦うのは怖いけど。うん。どうしたの、ライフセット。女の人が見かけ通りじゃないとして。 男は見かけ通りなのかなと思って。そうね。男は単純な生き物だから。男は単純。ほう、まるで男のことなら何でも分かっているような口ぶりじゃの。どうせサンプルは家族だけじゃろうて。そうやって人を下に見てればいいわ。ほう、その口ぶり。 お主の恋人はさぞや素敵な殿方なんじゃろうの。そうね。顔はどんなじゃ。背は高いのか低いのか。あんたに教える必要ない。いつもスイングドアの向こうにいた人ゆえ足元しか見たことなかった。とか言うまいな。あ、図星かえ。素敵な片思いじゃの。その話読んだことある。 確か足だけおじさんっていう小説。へえ、そんな小説があるんだ。私も読んだことありますが、切なくて甘酸っぱくてとても面白い小説です。未読なら一度読んでみることを強く勧めます。アルトリウスを殺して暇になったら読むわ。あ、僕が聞きたかったのは男が見かけ通りかどうか。 Ok, c'est parti d'un point bien, d'un point what the fuck. Son chelou ces filles. しかし地上でキラハガネを見つけるなんて珍しいよな。鉱物の産地とはいえ採掘は大変だって聞いたぜ。鉱物の採掘は山師と呼ばれる職人たちの技術や経験がものを言う。 同じ鉱物が発見された土地の水質や植物などを調べ、
似た環境にある土地へ行って鉱脈を探るのが常だ。それでも見つからないこともあるんだから大博打だよな。もっと簡単な方法はないのか？ペンデュラムを使って地下水や金属の在りかを探る方法もあるって本で読んだことがある。ダウジングじゃな。ダウジング？ペンデュラムを地面に向けてぶら下げてマギンプン、まじないを唱えるとあら不思議、先っぽについてある鉱物が金銀財宝やら地底湖やらをクンクンワンと嗅ぎ当ててくれるのじゃ。眉唾ね。占いと同じで当たるも八卦、当たらぬも八卦。山氏の名には博打打ちの意味も含まれておる。なんでそんな占い道具みたいなものをザビーダのやつは武器に使ってるんだ？やつは戦闘中風で振り子の軌道を制御していた。無知や縄よりペンデュラムの方が風で操りやすいんだろう。なるほどな。面白い技を考えたもんだ。そしてもう一つは自身の力の強化だ。精霊には大きく分けて治水家父四つの属性があり、それぞれの属性は相克関係にある。風は地を克する。風の精霊であるザビーダが地属性の鉱物を手にすることで力を強化できるんだ。精霊がそのようなことまで計算を。ペンデュラムが精霊の力に反応するならダウジングで鉱脈を見つけることもできそうだね。ああ、あながちバカにしたものじゃない。そしてザビーダの野郎もふざけた口を叩いているが、戦いに関しては緻密で計算高い。小難しいことを考えて武器を使っておるんじゃの。お前は考えてないのか？考えておるわい、愛しき人の方。あんたは何も考えず、ただふざけてるだけみたいね。ふん。ああ、サクレーな、ピタン。オッケー、モンストラ。モンストラ。Quoi, mais il vient ou pas là? Voilà!探索船バツビオ。Ok, on passe par là, je pense. Tac, tac. Plante.
あんた、ちょっといい？刀切りの仲間か？は？ああ、来るな！そこだ！これが悪かった！謝りながら切りかかるな！だから話を聞きなさいって。怖がらないで、この人は大魔師だよ。あ、私は一等大魔師エレノアです。落ち着いて話を聞かせてください。確かに大魔師だけど、なんで大魔師がこんな奴らと一緒に。極秘任務の途中なのです。ここがどこか教えてもらえませんか？できれば港の場所も。どこって、アイルガンド領のカドニクス島だ。この渓谷を進めば港に出る。バンエルティアにつなぎをつける。お願い。もう一つ、刀斬りってのは何だ？ああ、最近この辺りで暴れてるゴーマでな、剣士ばかりを狙ってその刀を叩き切るんだ。一刀大魔師まで何人もやられてる。だから刀斬りか。そいつの刀は異国で作られた技物でな、盗んでやろうと住処を探してたら襲われちまったんだ。異国の技物。あんたも気をつけた方がいい。背中の王たち、刀斬りに見つかったらやばいぜ。ああ、やばそうだな。しかし、ゴーマ相手に盗みを働こうとは自業自爆じゃな。バカすぎてよ。きっとこれを機に足を洗えということです。ゴーマに殺されなかった幸運な命をもう悪事で汚さないでください。オッケー。船と合流する。港を探すぞ。わっ、見かすきぶん。いざ、前にそこだ。食らい尽くせ。かがくだ。ここね、ブレイクマウント。そこだ、食らい尽くせ。ここね、ブレイクマウント。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 怪我はない？大丈夫？平気？sérieux。その古文書、あなた読めるの？うん、
いろんな言葉を勉強したけど、これは見たことない言葉で書いてあるから、エレノアは読めるの。うん、私もこの言語は初めて見ます。このような珍しい古文書をどこで？え？それはオートで掘り出し物を見つけたのよ。この子、本を読むのが好きだから。意外ですが、精霊は読書好きなのですね。ビエンフーもしばしば読書をしていました。そうなんだ。ええ、何を読んでいたのかは知りませんが。僕を読んだですか？ビエンフーも本が好きなの？イエース、本は素晴らしい知識を与えてくれまふからね。でも A ランクの僕が読む本はライフィセットのようなお子ちゃまには難易度が高いかもですけど。好みの人間女子を口説いて器にする方法、可愛い子ちゃんと好き好きスキンシップ。ビッ、口説くってどういう意味？知らなくていいから。あ、はい。とりあえずこの本は全部没収。問いただしたいことがあります。ビエンフ、後で厳しく尋問させてもらいますよ。ビエン。ルコション。ザン。ロクロ、なんか楽しそうだね。俺は夜叉だからな。夜叉、戦いの鬼神。ああ、切ってなんぼってゴーマなのさ。でも刀斬りは異国の刀で大魔師も倒したって。怖くないの？死ぬのがか？うん、死ぬのは怖くないが、生きたいとは思う。ん？切ることが俺の存在そのもので欲なんだ。それを満たすために切る。生きるなんてな。他者を切り殺すことが生きがいだなんて、ゴーマはどこまで行ってもゴーマなのですね。身も蓋もない言い方だな。OK。 Bon, les humains ils tuent bien pour se nourrir. C'est un peu horrible. Bon, j'ai pas de nouvelle attaque avec elle. Ok, bon, bah c'est parti. Alors, on va passer par là.断は禁物だぞ。そこだ、食らい尽くせ。クーハルで衝撃を止め、バランスプレートに挑み、フッ、手に渡しまくる。誰もいるくらった。衝撃で登れ、再び攻撃。捕らえられまい、捕らえられまい。おう、これ、衝撃、水弱を振り、衝撃弱、水弱を燃やせ。天に届けば、攻めはクーハル、衝撃、潰すことだって。エルを下手へ座る。超進、水弱を、衝撃弱、水弱を、そっちは三の方、決めます。水弱を、生きるぞ。衝撃弱、全力で答えたが、やりすぎた。オッケー、いざ、参ります。ここだ、食らい尽くせ。衝撃弱、とどめ、バランスプレード捕らえられまい。水弱を、生きるぞ。衝撃弱、決めます。水弱を、もう大丈夫。OK, ça s'est réglé. Bon, je vais passer par là. Je vois qu'il y a une marque là-bas. J'ai envie de voir qu'est-ce que c'est. この距離なら外しません。ゼロの方、吐く。消えてしまった。 OK,
怪我はないようですね。Je vais défoncer ce monstre en moins 2. Non. Putain. Ah, il n'y a pas de truc contre les... Les morvions amorphes... Bien, on va mettre ça. Ils vont contre les dragons, mais il n'y a pas de... Ok, c'est un piaf. Ça c'est, j'ai pas un truc. Ok, piaf, non. Celui-là.
c'est bien ça. Ok, j'ai 3 coffres non ouverts. Ah, c'est fun. T'es courrier ce connard de monstre. Je fais une petite changement de tactique en plein combat. Parce que j'ai remarqué que ça c'est bien équipé en fonction des monstres, les attaques et tous les objets. J'ai bien fait de le faire. Ça c'est réglé. Ok. Bon, là, il y a un point de sauvegarde. Bon, allez, on y va. Tant c'est sauvegardé. Si je passe par là, ça m'emmène où? Un truc pour partir autre port là, je crois. C'est où? Ça m'emmène où ça? Ok, ça c'est pour y aller vers le ravin machin chouette, ok. もう大丈夫。Hop. Katana no sabi ni shite yaru zo. Koko da. Kurai tsukusu. Kurate shoki. Traverser en tout cas. Passer au-dessus sur le pont. Ah, c'est lui le démon? Tekio. OK. その刀はセーランか。異国の技者を振るうゴーマ。あんたが刀斬りね。OK。ファイト。そこだ。クライスクス。ゼロ。問答無用か。ゼロインパクト。攻撃問答音的退散じゃ。よっしゃ。ふん。スピード。スピード。一発目。捕らえられない。
任せろ。来い。来い。ザン。おお。Sérieux？ 切り替えがあるぜ。ロクオ。邪魔をせるな。仲間を殺す気ですか？ならあんたを殺す。すまん、つい熱くなった。はい、ソフィー。知っているやつなのか？刀だけな。あれはセイランって刀だった。セイラン、なんだっていいし、刀に用はないわ。港に急ぐわよ。わお。わおわおわお。Tous les monstres qui ont apparu。手間をかけさせないで。僕も戦う。クーハーで衝撃。ラバティレーザー。
Je pense que ça va être la fin de l'épisode. Là, c'est vraiment la fin de l'épisode, je pense. Donc, je vous dis à plus tard pour un autre épisode sur Tale of Vestiria. C'était Gancho. Jusque. やられると思って。わかってる。あれはお前の意思だったんだよな。だと思う。ならいい。俺も手を出すなとははっきり言わなかったからな。次にああいうことがあったら必ず言う。助けちゃいけないの？死ぬかもしれないのに。そうだ。どうして？俺にもよくわからん。え？俺にはどうしても切りたいやつがいる。そいつを切りたい。そいつに勝ちたい。そのために剣の腕を上げなきゃならん。勝ちたい人。剣の勝負でな。あいつに勝つためなら何だってする。どれだけ血を流そうが、命を落とそうが、人の心をなくそうが、そう思い続けてるうちに本当に人間じゃなくなっちまった。なんでそんなに勝ちたいの？それもわからん。ゴーマだからそうなのか、そんなだからゴーマになっちまったのか。とにかく命より大事なことなんだ。命よりも。けど助けてくれたことは恩に切るよ。死んじまったらあいつを切れないからな。今のが命の恩人にかける言葉ですか？何がだ。俺は本当のことしか言ってないぞ。それになぜお前が怒る？おかしいとすら思わないとは。やはりゴーマですね。ああ、ゴーマだ。